メガネの減税政策に非課税世帯法が金額多いのが納得できない私です。今回は、サウジ参戦かと報道があった次期戦闘機開発について詳しく深掘りしていきます。次期戦闘機開発は加速するべきだし、新進量産しましょうよ。2023年8月11日に、サウジアラビアが日英伊3カ国共同計画の次期戦闘機 F3 開発に参加を希望した。これをイギリスとイタリアは賛成したが、日本は反対を表明したと報道されたけど、あれからどのようになったのか気になりませんか？スマイル、アップ、旧ジャニーズの性加害問題などで日本国内は荒れているが、実はそんなことよりも、この次期主力戦闘機 F3 の開発計画には、国の将来の命運がかかっていると言っても過言ではない。世界の戦闘機を撮影し続けるフォトジャーナリストの柿谷哲也氏は、サウジアラビアが参加を希望するのは予想できたと語る。実は、イギリス軍とサウジアラビア軍の関係は自衛隊よりも古く、サウジ空軍の前身であるヒジャーズ空軍は、1921年に英空軍の協力から始まった。以来、サウジ空軍は、英国戦闘機を主力として運用しており、古くは BAC ストライクマスター戦闘機に始まり、ハンター、ライトニングなど120機を購入した。最近で言うと、イタリアやドイツも開発参加したパナビアトーネード戦闘機と攻撃機を計120機、ユーロファイターは72機購入している。イギリスとサウジの武器貿易の歴史を鑑みれば、サウジが参画するのは容易に想像できたはずだ。この事情を日本は知らないのだろうか。サウジアラビアの参画に反対を表明している。柿谷氏曰く、原油、LPG 取引に影響が出るかもしれません。先日、サウジアラビア王族一行のアジア旅行では、日本をキャンセルして韓国に行っていますと話していた。すでに、日本は東アジアにおいて韓国の後進国になろうとしているが、その影響が、この日英伊3カ国共同計画に出てくる可能性があるのではないだろうか。さらに、柿谷氏は、この日英伊3カ国共同計画は、イギリスとイタリアが共同開発していた次世代戦闘機テンペストが資金難で苦しんでいて、その協力先に日本が出てきたので、3カ国開発がまとまりました。この状況で、サウジアラビアが資金を拠出するとなると、開発のイニシアチブやデリバリーの優先をサウジが申し出る可能性がありますと語った。ところが、日本国内の最大の障壁となる自民党と公明党の与党間で、戦闘機の第三国輸出を可能にしようと話し合いを続けていた。すでに、自公の実務者協議においては、イギリス・イタリアと共同開発する次期戦闘機を含めて、装備品の第三国輸出を解禁したいと、の考えが示された。これで、万事うまく展開すると思われたが、航空自衛隊の那覇基地302飛行隊隊長を務めた杉山正樹元空将補は、そうでもないと指摘した。杉山氏曰く、次期戦闘機 F3 の輸出解禁は、まだ何も決まっていないのに、積極的な閣僚や官僚たちが動き始めています。もちろん、彼らは、ビジネスライクな形でやっているわけではなく、閣僚と官僚たちが戦略的に考えてやっているというバカな考えでやっているので何も一致していません。サウジの日英伊3カ国共同開発に参加に関しても日本のメーカー自体は反対だと言っていない。おそらく反対だろうと言っているだけでイギリスとイタリアがサウジを歓迎しているというのもないと思いますと語った。さらに、杉山氏は、この報道の背景に関して、この裏を考えると、今後のサウジは、オイルマネーだけでは厳しく、サルマン皇太子は、自国に、何らかの産業を持とうとしています。その一つが、航空産業と第6世代戦闘機の特徴でもあるネットワークを含む軍事産業でしょう。彼には、自国に生産工場を持って、外貨を稼ぐという目標があります。F3 開発に参画するのも、そのビジョンに当てはまっていますと推測した。しかし、サウジが F3 開発に加わると、
混沌とした状況に陥るとした上で、杉山氏は、おそらくめちゃくちゃ、ややこしくなるでしょう。日英伊は、現在、各国の技術の得意部分を主導させ、作り分ける形を交渉しています。しかし、そこに、何の技術力もない資金力だけを持つサウジが入って、生産だけは自分たちで行い、さらに、ブラックボックスの生産もやるから、秘密もすべてくれとなる可能性がありますと付け加えた。さらに、杉山氏は、今回の参加発端には日本政府が関係しており、サウジが、ここまでやる気になっているのは、先日の岸田首相のサウジ訪問が影響しています。勝手に、岸田首相が、日本の技術もありますから、一緒にやりましょうと、ものづくりに誘ったからです。もはや、岸田首相の政治的手腕でどう収めていくかにかかっています。自ら誘っておいて F3 開発だからと言って断ることはできません。岸田首相はいろんな分野に塩をまいてちゃんと収穫しないから常に混沌としている状態にしてしまう。その問題の一つがこれでしょうと話している。今回はまさに岸田首相自らが4カ国にまたがる国際問題に発展させてしまった。岸田首相に収束できる力はあるのかと思いつつも、杉山氏は、イギリスとイタリアにとって、サウジのお金が入るなら日本に入ってもらう必要もありません。アメリカは、ええ、意図組んだ日本を笑って見物しています。米国からすれば、この事態は計算済みだと思いますと語った。その結果、日英伊3カ国で F3 は作れなくなり、当然のことながら、日米共同開発も不可能となり、日本は空軍として2軍になるのかという質問に対して、杉山氏は、その可能性はあります。日本は、第二次世界大戦終了後、アメリカから最新鋭の戦闘機をもらいながら、空自は空軍として成長してきました。今回それがなくなることによって、アジアで戦うのが非常に難しくなります。空自は、第5世代戦闘機として、142機の F35 を持っていますが、F35 がフライト停止になった瞬間に空自はなくなりますと答えた。つまり、第6世代戦闘機とされる F3 の開発計画が頓挫すれば、今後、中国、ロシアと対峙しなければならない時に空自が消滅している可能性があると杉山氏は言っているのだ。この問題が日本の未来を左右することは当然のことながら、これは岸田首相の今後の手腕に全てがかかっていると言っても過言ではない。日本単独だと完成まですごく時間がかかって、アメリカがもっとすごい戦闘機を作って、結局アメリカ製のものを買う羽目になることも否めません。それに単独だと完成したとしても、一機あたりのコストが高すぎて生産数も限定されて、結局は足りない分を安価な他国の戦闘機で補う羽目になるという悪循環が起きるので、まだまだ共同開発をしないといけないというのが現状だろう。確かに、サウジアラビアの皇太子は曰く突き出し、権威主義国家は指導者の良し悪しで国としての動きが大きく変わるので、岸田首相の発言が失言のようにも感じるが、文字通り外交事例なのだから絶対に言ってはいけなかったと否定するものでもないでしょうね。そもそも戦闘機に限らず研究開発というものは成功も失敗も必ずあるものなので、問題を回避することより問題が起きたらその経験を次に生かすことにベクトルを向けて、失敗体験をもとに具体的な資料を残したり運用ルールを改定したりするという努力を積み重ねるから、いいものができるということが重要だと資料する。サウジアラビアは、F35 導入計画の時も、アメリカから参画を断られており、中距離弾道ミサイルを中国から購入して軍事的に接近しているのも理由にあるが、皇太子の記者暗殺主導など、人道的に大きな問題があるため、その行為自体が制裁対象になるからである。サウジ参画によって日本が懸念するリスクは、非人道的行為をした場合に制裁できず、国際社会から糾弾されるパターンであるが、ここは一度アメリカの度肝を抜いてもいいのかもしれませんよ。